ご期待に応えます。ご主人、質問がありますの。勉強熱心なのはいいことも、何でも答えてあげるも。ここからは雲海がよく見えますも。雲海は高さが変わりますけど、どうして変わるんですの。それは兄貴に答えてもらうも。レックス、お願いしますも。そうだな、空に浮いている雲を想像すると分かりやすいかな。雲っていろんなのがあるだろ。ペタンとしたのやモクモクした雲ですよ。うん、そういうのだな。そして雲は毎日形を変える。雲海も雲と同じようにペターンとしてるばかりじゃなくて、モクモクしている時もあるんだよ。雲海の高さや形は一定じゃないんだ。天候みたいに頻繁じゃないけど、ゆっくりと変化しているものなんだ。さすがにベッドで一晩ぐっすり休めば変わるだろうだな。そう、それくらいの頻度だな。なるほど。ですもん。ただし雲海の高さに影響があるのはここやスペルビアみたいなアルスだけなんだ。アバリテア商会のアルス、ゴルトムントみたいなのは雲海の上に浮いてるから影響がないんだよ。納得ですもん。と、俺が教えられるのはこれくらいかな。ありがとうございますもん。よーくわかりましたもん。それで博識なレックスにはもっともっと質問がありますもん。え？答えられるかな。ハナ、物知りの白虎に聞くもん。そうだな、俺より白虎の方が博識だと思うよ。いえいえ、アルス様には及びませんよ。な、わしに振るな。私にはお嬢様と同調してからの記憶しかありませんゆえ。まったく白虎は無茶を言うの。花に子供はどうやって生まれますもなどと聞かれたら答えられると思うか。ターキンが運んでくるとでもお答えください。そういう返しができる白虎こそ適任じゃと思うがな。滅相もございません。ですがアルス様が拒否されるのでしたら、私の主人であるお嬢様にお任せしましょう。こら白虎、私を巻き込むな。ご主人、